ちょうどマニラ大聖堂の鐘が鳴ってます。あ、終わっちゃった。本当にしかしこのセブンイレブン分かんないよな。このね、1階側のこの柵みたいな感じ、これだけ見る限りだと分かんないけど開いてるんですね一応。さあ、ちょっと客観で見えないけどマニラ大聖堂、ここは入れんのかな。入れんだったら入るし、入れないんだったら川に向かって行こうかな。ちょっと見てきますね。これは一応入れたんですけども、昔の写真とかステンドグラスか、ちょっとね GoPro なんで暗いからちょっときついかな。中見てきました、まあ無料で普通に何もせず入れましたね。この広場はこういう感じです。ちょっと中で休憩させてもらいました。そしたらここはですね、もうこれじゃ分かんないと思うけど、ちょっと行くとフェリーターミナルがあって、もう少し歩くと教会、次最後の教会かな、ビノンド教会っていうとこみたいですね。そこまで行って、ちょっとねさっきから GoPro がね発熱で落ちてるんですよね。 4K60p で撮ってて、首から今回下げてこの天日にさらしちゃってるのですぐ熱くなっちゃって、ちょっと考えようかな。あんまり 4K で止まるようだったら 1080p に戻すかもしれない。ちょっと様子見ながら行ってみます。マカオに来て初めてスタバを見ました。スタバは別にそんなに多分値段変わらないと思うんですけどね。もしかしてこの辺が壁の最後かな。もう端っこなんで壁がずっとここもあるな。食べてみようかな。お、美味しそうだ。屋台か。大丈夫かな。なんか食ってみようか。Is this the chicken? Yeah, no, sorry, it's pork. Pork, okay. This one and egg. Okay. Yes. Yeah. Pangga, wait lang yung isang ulam mo ha. Wait lang. Ah, brother. You want soup, sir? No time. No, no. Okay. Oh. And egg. Okay, okay, with egg pala. Okay lang daw, may patatas na yun din. Ba't wala pa? Sir? Wala pa. Kakain ba siya? Oo. Oh, thank you. Yeah, how much? 74, sir. Yeah, 120. 高いのか? 150円ぐらいか? Oh, please. Yeah, 120. Thank you. さあ、どんなもんだろうな。おお。これは。どこに行くの? About this one. Okay. This side. うん、豚肉と卵だけ。質素ですね。これで150円ぐらい。水が出てきました。これで怖いな。この水ちょっと怖いわ。
自分の水飲みます。味はね、普通です。まずくはないですよ、全然。ただ屋台、ほとんど屋台みたいなもんだから、ちょっと衛生面は心配ですけどね。ちょっと思い立って急に入ってみました。チャレンジしてみようと思って。お店に入るつもりだったけど、うん、全然普通に食べれます。150円か、微妙だな。100円ぐらいだったら、うん、量少ないしな。100円ぐらいだったら安くていいねって感じじゃないですかね。完食しました。Thank you. トウガラシが2本がっつり入ってたから、辛くしたら美味しかった。やっぱり暑い国だから辛いもんが美味しいですね。結構でも見てるとやっぱり屋台なんで、地元の人がパッと座ってサクッと食べていくっていう感じなんでしょうね。綺麗だこれ。なんかああいうの見ると怖くても入っちゃうんですよね。タイでも確か屋台ラーメンに入ったんですけど、うん、すごっ、もりもりだ。さあじゃあ行くか。あ、まだ屋台続くんだ。でも普通のお母ちゃん3人ぐらいがやってるお店だったんで、本当に地元の人が食べる料理なんでしょうね。もう野菜食べたかったんだけどな。同じような感じだ、どこも。あ、でも一応ちゃんと煮沸とかしてるんですね。ああいうの見るとちゃんとやってんだなと思うけど、あ、焼き鳥の匂いがする。いい匂い。いやー、もうちょっと満足だな。今日はもうこれでいい具合だな。もうちょっとまだ行きますけど、10時半なのになんかマイペースに歩いてたら充実しちゃった。逆にのんびり行った方が満足感あるな。今までと違う旅の仕方してるんで、ほんとのんびりですよ。そんなのね、なんかなんだろうと思ったら立ち止まって、うわ、またこれですよね。これだけはやだ。おー、なんか絶対何人か交通整理とか、なんか警察か警備の人か分かんないけど、交通整理の人がいますね。そしてこの川を渡っていく感じかな。高層ビルがいっぱい建ってる方に向かってます。おー、なんかチャイナタウンだな、あれすげー。横浜中華街みたいなやつが出てきた。おー、面白いね。なんだこの感じは。台湾とか来たみたいな感じが。一気になんか中国っぽいな。中国とかマカオとかそんな感じかな。あっちの方には
電車が走ってる。わあ、中華街だ。